下、怪しい森。ここだね、トランセルが迷ってる森は。もう先にギンガーたちが入ってるはずだ。僕たちも急ごう。よし、行こう。いやー、どうだろう。正直怖いよ。ちょっとね、レベル上げてきましたよ。でもまあ一応。ねえ、見て。3匹目。ハグロ。ね。これ裏の時にちょっと、ね、仲間をたくさん集めました。ね。とりあえず進んでいこう。いや、何階建てかわかんねえんだよな。え？進化系やん。ひまわり。やべ、進化系いるやん。そこまで来てんのか、もう。いや、敵が強そうなんだよなぁ。うわ、フラワーガード。何それ。あ、そういう技があるんだ。探検隊シリーズの。やば、結構強くないってか。往復ビンタルいけない？よし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 。何？あ、友情が芽生えた。やった。よしよしよし、一緒に行こう。よっしゃ。おー、すげえ。こうやって見ると壮大だね。5人パーティー。慎重に行こう。ウソッキーはなかなか手強いですね。汎用セリフや、おめえら。うわぁ！なんだ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 。誰が味方で誰が敵だ、これは。なんかいっぱいいる。味方がいっぱいいる。こんだけいりゃ、安心だわな。あ、でもこれ言うの前提で作ってんのかな、もしかして。ね。だから、雑魚敵が意外と強いのかもね。ちょっと待って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 。なに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 、冒険するメンバーがいっぱいです。いやいやいや、ちょっと待って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 、冒険メンバーこれどうなってんの、おおない、なんでこんな多いの。ついにいよいよ外すようになったやんか。ふぅ、来た。結構大変だったぞ。道中。この先にトランセルがいるのかな。ちょっと待ってー、来たよ。やっぱお前らも来たか。キッキッ、トランセル先見つけるのは俺たちだ。こっから先は、行かせるわけにはいかねえね。なんだって？おい、ゲンガー、どうして僕たちの邪魔ばかりするんだ。あら、言わなかった？私たち世界征服するって。キャタピーの前からお金をたんまりいただいて、キャタピーの中身できれば、また野望に一歩近づくってもいいんや。キッキッ、そのためにはお前たちは邪魔なのさ。悪いが、ここでくたばってもらうぜ。あ、ってことはこれって、あ、ボスか。うわ、どうしよう。やべ、あ、でも待って、味方がめっちゃいる。大丈夫、味方はいっぱいいるぞ、こうしてみると。あれ、なんか何匹かやられてるな。大丈夫、いけるぞ。お前ら頑張れ。いける。で、ゲンガーがね、本当にエネコにとってはクセモノで、エネコってノーマルタイプのやつはいっぱい持ってるんで、すごく厳しいんですよ。だからこれをどうカバーできるからね。とりあえず仲間に任せるわ。よいしょ。いけ！仲間に任せよう。で、後ろから援護していこう。よし、いいぜ。とりあえずね、エネコの分をなんとか、シャドーパンチ！なんだ！強い！3！ これちょっと待って、強くない？どこを受けてるの、気前が気づいた。いや、ここはいけない。味方はいい。ティラは危ないけど、ティラはともかくとして。いやー、でも猫騙しが効かないもんな、ゲンガーに。いやー、これ怖いよ。正直。レンに気持ってんのか。でも効果ないね。そう、このゲーム効果がないとダメージが通らなくなってる。昔はゴーストタイプでも少しはダメージ出たんだけどね。だから、それが本当にね、どう出てくるか。催眠術持ってんのか！やば！催眠術？やばいなぁ。こいつらやばいぞ。レベルで覚えました。この騙し打ちを使えば弱点取れます。よし。一応打点にはなるけど、催眠術怖いな。催眠術が怖すぎるんだよね。ポチになられた！ポチになられとる！使うか。ここ使っていいわ。ゲンガーを早めに倒したい。ゲンガー早めに倒んでくれ。よし！あとアーボだけ。あとアーボだけだ。ポチエナは生きたねー。これ、ポチエナがでかいね。で、チクジャー。覚えてるよ。いや、今回数の暴力ができた分、敵が強かったね。うわ、これ、今作のボスめちゃくちゃ強い説あんな。8人前提とか。いやー、怖いなー。
お、トランセル。もしかして、探しに来てくれたのですか？君がトランセル君だね。さあ帰ろ。ケタピーちゃんが心配してたよ。わーい。怖かったんで殻を固くしてずっと待ってたんです。ありがとう。お前にぴったりだと。よかったー。結構長かったね。いやー、よかったー。無事にね、クリアできたの。よかったね、トランセル君。ありがとう、ケタピーちゃん。本当にありがとう、ティアさん、西尾さん。でも僕、お金ないです。いいよ、いいよ、俺、なんて。それより、トランセル君、無事でよかったよね。かっこいい。僕、ますます憧れちゃいました。僕も大きくなったら、救助やりたいです。ね、二人ともバタフリーなのか。そうだ。しよう、ここに僕たちの立派な救助基地を作らない？あ、基地作るんか。そうか、そんな話があったね。マンキーだっけ？それいい、救助基地いい。僕も大きくなったらここで働きたいです。僕も。決まりだね。僕たちの救助基地、絶対完成させようね。うん、誰だろう。あ、わたっこ。わたっこ、この前なんか、ね、ダーティングにあしらわれてた。わたっこちゃんどうしたの？あれ？君は確か。そうだよね。仲間を助けてください。お願いします。ダメだ。そんなんで引き受けられるか。でも、どうしても風が必要なんです。お願いです。思い出した。広場にいたわたっこだ。ダーティングが救助を引き受けたの僕たち見てたんだよ。はい。ですが、そのダーティングさんが、救助に行ったきり戻ってこないのです。なんでって？仲間のアタックは岩に挟まって動けなくなったんです。私たちはアタックは風に乗ればどこでも行けるのですが、空は雷雲いっぱいなのになぜか風が吹かないのです。刺しちゃった。風が全く吹かない？変だな、それは。ダーテンクさんは葉っぱの力で強風を巻き起こせます。ダーテンクさんの風で仲間を助けてもらおうと頼んだのですが、でもダーテンクは帰ってこないと。そんな難しそうな救助でもなさそうだし、そんな難しそうな救助でもなさそうだね。うん。確かに変だよね。あ、さすがしよ。言われなくてもって顔だね。よし、僕たちは探しに行くよ。本当ですか？ありがとうございます。うん、大丈夫。任せて。行こう、しよう。これあれだ。あれかー。鬼門中の鬼門じゃねえか。来たなー、ここかー。うわー、すごい崖だね。この谷の奥に仲間のタコはいるんだね。そうです。すいませんが、お願いします。大丈夫だって。行こう、しよう。何？実は言い忘れたことが、ここは沈黙の谷という場所なんですが、ここにはものすごい怪物が眠ってるって噂があるんです。怪物だって？いえ、あくまでも一例なんで、でもダーティングさんも持ってこないし、一応お伝えしておいた方がいいかなと思いまして。あ、やだな、急にお腹が。どうしたんですか？いや、岩の中が急に痛くなって、どうやら朝食べたものが悪かったな。ね、塩もそうでしょ？塩もお腹痛いよね。あれ？なんだよ、しよう、付き合い悪いね。仲間、急にどうする？わたっこの表情どうなってんだよ、お前。そうだね。痛いと思ったけど気のせいだったかな。10階まで来たな。またこの仲間がいる場所って。あ、いたよかった。よしよしよし、助けに来たら大丈夫かい。ああ。いや、もうティーラーもやられたし。結構、ゼロの島思い出すな。いや、こんなので思い出さないでほしいよな。私は平気ですが、ダーテングはいないんじゃない？奥にダーテングさんが。行ってみよう。
これ、あ、倒れてんだ。ねえ、大丈夫、しっかりして。俺のことはいいから。早く逃げろ。逃げろって?来たか。序盤のこれトラウマだぞ。これポケモンによっては詰むんだよ、ほんとに。来たよ。来たよ、やつだ。来たー。どけ、貴様ら。こいつは我の眠りを妨げたのだ。邪魔する奴は容赦しない。もちろん貴様らもな。そんなダーテンがいない。我が名はサンダー、イカズの司。ダーテンごときは雷鳴の雨来い。雷鳴の山か、そうだった。やばいって、ほんとに。サンダー、伝説のポリトボポケモンの一つだ。ずっと眠ったと聞いていたが。ダーテンが起こしちゃったんだね。いや、ダーテンこのがきっかけに過ぎない。そもそもあそこに風が起こらないこと自体がおかしかったのだ。すべては最近よく起きている自然言動変動が原因であろう。眠りを妨げられサンダーは怒っている。ダーテンを助けなければ。サンダーは手強いぞ。奴の電撃は強力だ。分かってる。慎重に行かなくては。僕たちも行くよ、ダーゲンを助けに。なんと、それは危険だ。サンダーは強いぞ。お前たちの実力では無理だ。なんだよ、僕たちそんなに良くないぞ。無理、お前は弱かった。お前結構早くそれ戦略してたぞ。お前はかなり早く戦略してたからね。それにサンダーって怖くなんかないよ。ねえ、しよう。あ、いたたた、突然お腹が。大丈夫。しよう、いつも振りだけなんだ。いつもお腹が痛い振りだし、僕を困らせるんだ。あれ、どっから見たこの光景。それに僕たちだって救助隊なんだ。ダーテンを助けてあげたいんだよ。わかった。お前たちの勇気認めてやろう。やったー。雷鳴の山には2チーム別行動で行こう。わしは戦う準備を整えてから行くことにする。相手の強さを考えると慎重にならざるを得ないのだ。お前たちも準備ができ次第雷鳴の山へ向かうがよい。目指すはダーテン救助、共に頑張ろう。よし、燃えてきた。しよう、僕たちも頑張ろうね。これ気ぃつけねえとやんばいぞ。これ確か結構初見殺しかった覚えしかねえな。ここは雷鳴の山のふもとね。来たねー。いやー、このダンジョンはね、序盤の鬼門だかんね。サンダーか。なんだかすごく強そうだよね。いや、ビビってなんかいられないよ。黙祷は、ごめん、目標はダーテングの救助だ。黙祷って言っちゃった。急にもうダーテング黙祷しちゃったわ。頑張ろうね、しおちゃん。頑張れ、ニドラオス、よし。危ねえ。敵が強い。あー、レベルアップ、レベルアップ。なんかサイコパスに聞こえる。お、ライボルト。お、ライボルト。待って待って待って、見て。え、なにこれ、レベル26って書いてある。ねえ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 、ほら。ライボルトレベル26。進化後は強えんだな。しかもちゃんとこれ。最後まで連れてったら仲間になんじゃん。めっちゃ強そうじゃん、サライボルト。よっしゃ。これはいいかも。来たー。ここは山の頂上だよね。いやー、絵本の風に書かれててもさ、DS とは全然違うわ。ちょっと感動的な背景だな。おい、サンダー、どこにいる?ダーテンコを助けに来たんだ。出てこい。来たー。今は言ったはずだ。邪魔するやつは容赦しないと。怖くない、怖くないぞ。やいさんだ、ダーテンを返せ。僕たちはポケモン救助隊だ。そこまで言うのなら向けてやろう、我が怒りをお前たちにな。
行くぞみんな多くない俺ら多ないちょっと待って、俺ら多ないこの雷鳴の山に揃えたみんなの力を使うぞ。俺はとりあえずどっか行くわ。あの、エネコは倒れたらおしまいだからね、やっぱり。エネコ倒れるわけにはいかねえ。ゴッドバードやばくないちょっと君。エネコ倒れるわけにはいかないから、まずはみんなに任せよう。うん、プライドなんてないよ。プライドなんて遠にしてた。ゴッドバード攻撃強っ。プライドなんてこう遠にしてた。だから僕はまず味方に任せる。救助隊のね、この手の突っ張り強くない？ねえねえ、突っ張り強くない？やばい、ゴッドバードやばい。一直線に来る可能性がある。これ一直線に来るんじゃない？これ突っ張り強くない？催眠術、お、催眠術、催眠術強ー。いいよいいよ。突っ張り、突っ張り強、ねえねえ、突っ張り強、突っ張り強くない？俺なんもしてないよ。俺なんもしてなかったけど。来た！これは、うわ！リザードン来るか、今度は俺が相手だ。ねえ、フーディーたちが駆けつけてくれた。いいとこ取りしに来たってわけや。待て、戦うのはもうやめだ。だいぶ頭が冷えたが、ダーテンが返してろ。小僧ども、なかなかやるな。だが、次はこうはいかぬ。本気で襲うから覚悟しろ。それまで腕を磨いておくことだな。あ、ダーテンクが。大丈夫か？ああ、なんとかな。よかった、無事で。しかし驚いたな。あのサンダーを追い払うとは。確かに。お前、エネコにしちゃやけに強いな。前に会った時も感じたのだが、お主、もしかして、ポケモンではないな。なんでわかるの？でもその通りだよ。死はポケモンじゃない。死は人間なんだ。なんと！人間だって！でもあり得るのか、そんなことが。自分でもよくわかんないんだって。気がついたらポケモンになってて、人間の時の記憶もわかんないんだって。そうだ！そういえば広場でハスブレードが言ってた。フーディンならどんなことも知ってるって。フーディンなら死がポケモンになった理由もわかるんじゃないの？いや、わしにもわからん。そっか、知ってると思ったんだけどな。ただし、突き止める方法はある。どんな？精霊の丘に受け、そこに一日中太陽を見つめ、未来を見通すと言われるポケモンがいる。鼻で割っちゃった、やべえ。最近あの、例のゲームのせいで、あいつネタワークにされてったよ。例のゲームのせいでさ、トレーナーの頂点立ってるからさ、あのポケモン。長年って言っちゃった。トレーナーの頂点に立つんだ。フーディン、お前のことだ。全く知らないってのは情けないよな。実はなんか知ってんじゃねえのか？気になることが一つある。だがそれは言わぬ方がいいやろ。彼らのためにはな。あれ、どうしたの？ん？何？なんでそんなに頑張るの？なんでって、そんなの決まってるじゃないか。自分のことじゃないのにさ。そうだよ。自分のことじゃないから頑張れるんだよ。僕とシオは友達じゃないか。僕、シオのためだから頑張りたいんだよ。そんなわけだよ。じゃあ今日も頑張ろうね。来たー。大いなる峡谷。ここでネイティに会うんだよね。ここの頂上が精霊の丘。ね。ネイティに会いに行くわけですね。13階かー。長えー。じゃあ頑張ろう。まあ、突破していくだけやでね。多分ボスとかはないと思うから。よし。まあそんなに苦戦しなかったね。
まあさすがにね、雷鳴の山を越えた後はそんなに難しくないからね。頂上来たよ。精霊の丘。あ、あそこに。おートレーナーの頂点に立ったポケモンじゃん。しよう。あそこにいるネイトじゃないかな。できるよね。トレーナーの頂点に立つんだ。もしもし、あなたもしかしてネイトさんですか。あの有名な、ポケマスで有名な。もしもし、聞こえてないのかな。もしもーし。もしもーし。ダメだ、全然反応がない。立ったまま寝てんのかな。しよう、どうしよう。くすぐってみて、攻撃してみる。攻撃すんの。やっぱやだよ。だってあいつなんか不気味じゃないか。絶対怖いよ。分かったよ、やればいいんでしょ。いや、やらせるのかよ。結局、自分でやらないの？僕になんか助けてよね。頼んだよ。じゃあ行くよ。3、2、1、そう、くわーひゃー。太陽が沈んでいく。いかにも、私はネイティオ、トレーナーの頂点に立ったポケモン。私の正体を見に行くとは、お前たちただのものではない。いや、ちょっと待ってください。正体そんな大げさな。いや、私にはわかる。そこのお前。お前はただのポケモンではない。お前は人間だな。なんでわかるの？私は一日中太陽を見つめることで、あらゆるものが見えるのだ。過去も未来もな。だったら教えてね、ディオ。隣のシオって言うんだけど、気がついたらポケモンになっちゃってたんだって。しかも人間の時の記憶もないんだ。ネイティオだったら何かわかるでしょ？教えてよ。最近よく起きている自然変動。それは世界のバランスが崩れたため起こっているのだ。そして、お前がポケモンになってしまったのも、それと大きく関わっている。シオがポケモンになったのと、自然変動が大きく関わってる。だって？それどういうこと？シオとスネフがどう関係してんの？なんなの？なんで黙っちゃうの？教えてよね。それより、私は恐れているのだ。崩れたバランスを早く元に戻さないと、世界はとんでもないことになる。え？え？世界が？とんでもないことになるだって？私自身そんな未来が毎日見えてしまい、それに怯えているのだ。ね、寝てよ。怖いのだ、私は。世界が壊れるのだ。世界が壊れる。けへへ、驚いた。あの師匠ってつ、人間だったのか。いいこと聞いたぜ。面白くなってきたな。これがね、昨日のネイティオの話どう思う？そうだよね。関係ない。気になるでしょ。あなただんまりだったけど、エネコだんまりだったな、お前そのバレー。やっぱりそうだよね、塩も気になるよね。世界のバランスが崩れたのと、塩がポケモンになったの関係があるって話だし、それをどう捉えるかだよね。だから、その話をまた聞きとかして、それをどう捉えるか、そしてそれをどう伝えるかって、その伝え方ってやっぱ大事だと思うんだよね。言葉の選び方というかさ、まああとは話し方とか、そう、事実を曲げて言うことだってできるじゃん。まあ一部ね、よくツイッターとかのさ、そういうのでもあるけどさ、事実を曲げちゃうってあるじゃん。そういう伝え方ってすごい大事なんだよ。世界のバランスってよく知ってるよ。え、本当？しお知ってんだ。どんなのか教えてよ。それは宇宙にある。宇宙って。なんかいろいろ言い始めたぞ。行けばわかるさ。ちょっと待てお前。根性で。
局しても知らない。そこにも行き着くんだ。根性で行く。これまだか。あ、来た。あれ？あそこに何か話してるよ。来たか。ちょっとびっくりだな。伝説だとばかり思ってたけどね。でも本当ですかね？私ちょっと信じられないですけど。どうしたの？いやな。旧婚伝説ってあるんだろ？昔話の。旧婚伝説？何それ？なんで知らないのか？旧婚の尻尾を触ったやつが、たたりをかけられるっていう昔話だよ。ずっと伝説だばかり思われてたんだけど、ここに来て実は本当にあったじゃないかって噂になってんだ。まあ、あくまで噂ですから。話半分で信じた方がいいですよ。ちなみに私は噂なんか信じません。旧婚伝説と詳しく聞きたかったよ。ナマズンってポケモンがよく知ってるから尋ねるといいぜ。ナマズン、ほら、あそこに気にいるぜ。話が聞けたら尋ねるといいぜ。昔々、キューコというポケモンがおった。キューコンの尻尾には、神通力が込められており、その尻尾に触ったものは、千年のたたりがかかると言われておった。にもかかわらず、ふざけて掴んだ奴がいたのじゃ。しかもそれは人間じゃった。人間？そう、人間じゃ。案の定、尻尾を使ったその人間は、千年のたたりをかけられた。しかし、その時、サーナイトというポケモンがその人間をかばい、なんと、自らの身を犠牲にして、たたりを受けたのじゃ。なんで？そのサーナイトというのはどうして人間の代わりに？サーナイトにとって、その人間は自分のパートナーだったからじゃよ。人間とポケモンには強い絆があるんじゃ。でも人間っていい人もいれば悪い人もいるんでしょ？その通り。サーナイトを見てかわいそうに思ったキューコンは人間にこう聞いた。サーナイトを助けたいかと。しかし人間はサーナイトを見捨てて逃げてしまったのじゃ。そんな人間にキューコンは失望し、そしてこう予言した。いずれあの人間は、ポケモンに生まれ変わる。え？人間がポケモンに？そして、その人間がポケモンに転生したその時、世界のバランスは崩れるだろうと。そうだね。そう予言されてたんだよね。そう。そう思うよね。あくまで噂で、ただ、それをどう捉えるか。人が、ねえ、しよう。今日はもう帰らない？なんか、ノリが悪くて。ごめん、途中で帰ろうなんて言って。でもなんか、やる気が起きないんだ。あんな話を聞いちゃったとかかな。今日はもう帰って寝るとするよ。じゃあまた明日ね。しよう、ごめん。僕、シオのことちょっぴり疑っちゃった。でももう迷わない。僕、シオを信じるよ。だってシオは、かけごれない友達だもん。すごく大切な友達だから。じゃあね、シオ。また明日頑張ろうね。なあ、どう捉えるか。おはよう、シオ。おや？顔色はよ、なんかあったの？まあ、いっか、今日も頑張っていこうね。あ、そうだ！あ、そういえば今日、ここ来るときに広場の方が忙しかったけど。集まってるんですよ。閑散としております。あれ？なんかいつもと雰囲気が違うな。なんかあったのかもしんない。お、あそこにみんな集まってるよ。何話してんの？もう私びっくりしました。本当だったんですよ。何のこと？旧婚伝説のことですよ。私は噂なんか全然知らないからもうびっくりで。シオさん、ティラさん。あ、キャタピーちゃん。キャタピーちゃんも来てたんだ。
はい。し、静かに。今あそこに奴が話してるんだ。静かにしてくれ。誰か話してんの？それが？ゲンガー。というわけで、俺背中行ったんだ。そしたらそこですげえもん見ちゃったんだ。すげえものって？あるポケモンがネイティブ相談してたんだ。そのポケモン、姿形はポケモンなんだけど、なんと、元々は人間なんだってさ。なんですって！本当にいたんだ。人間だらポケモンになったやつか。しかも、ネイティブはその人間こう言ったんだ。ポケモンになったのと世界のバランスが崩れたの大きく関係してるって。それって、球根ですの通りじゃねえかよ。けっけ、驚くのはまだ早いぜ。最近自然のよく起きてんだろ。ネイティブのと、あれは世界のバランスが崩れたために起こったんだってさ。しかも崩れたバランスを早く戻さないと、世界はとんでもないことになって言ってんだぜ。なんだって？世界がとんでもないことになるんですって？僕たちどうしたらいいんだよ。あいつめ。騒ぎをわざと大きくしてる。まあまあ諸君、そんな慌てなくても、なんとかする方法あると思うんだけどな。どんな方法だよ。何簡単なことさ。その人間がポケモンになったせいで世界のバランスが崩れたんだな。そいつが消えれば元通りなんだろ。確かに言われてみたらそうかもな。しかもその人間を触ると見せたひどいやつなんだぜ。倒されても文句ないと思うけどな。なしよ。まさか、あなたが、その人間だったのですか？本当なんか、おい。ちょっと待って。これには深いわけが。お前に聞いてんじゃない。シオに聞いてんだ。おい、シオどうなんだよ。本当にお前は、伝説に出てくる人間なのか？シオ。返すことはないようだな、シオ。そういうことだ、諸君。死を倒して平和になろうぜ。何？どうしたの？なんだっていうのさ。そして、逃げるしかないんだよ、もう。こうなったら。ね。話の伝え方、捉え方、全然違ってくるからね。いきなりあんな異様な雰囲気になると思わなかったよ。あの前とは絶対やばかったよね。しかし師匠さ、なんで言い返さなかったの？自分は違うって。なあティラ、何？救助隊やめようか。救助隊やめようなんて師匠らしくないよ。なんかあったの？え、夢の中にサーナイトが出てきたんだって？それでやっぱり自分がそう人間じゃないかと思って。そうだったんだ。そんなことが。ねえ、シオ！それでも君は人間の時のことを思い出したわけじゃないんでしょ？だったらまだ本当のことはわからないじゃないか！僕は、シオのことを信じてるんだよ。だったら、あ！風神たちが来ちゃうんですよ。先ほどの広場での騒動の後、みんなで話し合った。世界を救うにはどうしたらいいのかをな。そしてその結果、お前を倒すことが決まった。わしもまさかとは思ったが、そうであってほしくないと願ったのだが、残念だ。わしたちは全力でお前を倒す。ここで戦うのか？一晩時間をやる。え？その間に荷物をまとめ、ここから逃げるのだ。明日になればいろいろな救助隊が追ってとなり、お前に襲いかかるだろう。いや、お前だけではない。シオについていくすべてのものは敵とみなし、容赦なく抗議してくるだろう。そりゃ、わしたちも同じだ。当然お前たちを倒しに行く。しかし、それでも、なんとか逃げ切るのだ。
逃げて逃げて、生き延びるのだ。真実を見つけるまでな。フーディ、次に会う時は容赦しないぞ。ではな。信じてる人もいるんだよ。だからしよう。フーディンたちもああやって君のことを信じてるんだ。僕だって前に言ったでしょ、もう迷わないって。何があってもシオのことを信じるって。たとえ他の救出隊が襲ってきたって僕は怖くないよ。なのにシオが自分のことを信じれなくてどうするんだよ。ヒロさん、僕約束しましたよね、ここに救助基地作るって。僕も大きくなったら救助隊やるって。シオさん、くじけちゃダメです。シオさんは僕にとってヒーローなんだから。僕もシオさんを信じてますね。もう諦めもね、信じてる人もいるんだよね。一旦ここを離れるたらね、この真実を見つける旅がこのゲームの本編なんだよね。きっと気合の冒険になる。救助隊仲間で巻き添えにしたくないから、仲間には黙って僕たちだけで行こう。この二人プレイが大変なんだぜ。このね、二人プレイはトラウマかつかなり難易度高いからな。しかしそれでもなんとか逃げ切るんだ。逃げて逃げて生き延びる。自分は何者か、その真実と見つける生き延びなきゃ。よし、じゃあ行こう。あ、ケタピーちゃん、トランセル君、そしてワタッコ、よかった、間に合ったです。私たちはシオさんを見送ろうと思って。僕もディグだー、僕も見送りたいです。フェリッパーも、手紙らしを読んでみてよ。あばよ、しばらくさよなら。でよ、また手紙を運ぶ、その日が来るまで俺たちはいつまで待ってるぜ。ペリッパーさんよ。ペリッパーさんまで。そうそう、他のポケモンたちも起きてきます。さあ早く急いで。さあ行こう、こっからが長いんだぜ。こうしてシオたちの果てしなく辛い旅が始まりました。切り立った山を越え、切り立ちすぎ。ここ地割れがすごいよ。燃える野原を乗り越え、いや燃えすぎでしょ。いや燃えすぎだよね。山火事がまだ燃えすぎ。しかし、シオたちは泣き言も言わず、だいぶオミットされてんな、おい。確か男女あるはずだぞ。うん。来た！しかも、ここまで来なんか思ったんだけど、いろんな場所が割れてたよね。まずは、逃げるために、まずここか。あ！追っ手が来てると。だが、まずはここだ。群青の洞窟。さあ、ここからね、二人プレイでずっと攻略してきますよ。長いんだ、行くぜ。